シリーズ初ダブル主人公喧嘩番長ブロス東京バトルロイヤル。今回の舞台は新名所スカイタワーの開業に沸く街東京。新たなシンボルの完成を一目見ようと訪れる人々も多く、街は活気を帯びていた。そんな東京に全国47都道府県の腕自慢が集結。地元では負けなしの無敵コンビ対全国の猛者たちのてっぺんをかけた熱いバトル。シリーズで初めてアドホックモードによる本格通信プレイに対応。相棒と息を合わせて繰り出す必殺技マブダチスペシャル、合体攻撃マブダチコンボ。一人でも二人でもゲームを進めることができる。ゲームはミッション選択方式で進行。修学旅行の思い出作り、旅先での武勇伝、相方には内緒の抜け駆けデートなど、さまざまな修学旅行のワンシーンがプレイ可能。やり残したことのある時間帯は自由に選んで何度でもプレイ。遊びやすさとやり込み要素は健在。さまざまな地方の生徒と拳を交えれば大勢の射程がついてくる。全国各地の射程から教えてもらえるさまざまな喧嘩技、強敵との戦いで喧嘩魂を手に入れ、覚えた技に磨きをかけろ。シリーズ伝統の着替えパーツは1000アイテムを突破。組み合わせは無限大。さらにヒロインのコーディネートまでもが自由自在。実在の店舗のゲーム中への出店や暇つぶしのミニゲームなど、おなじみの要素も健在。今回の喧嘩番長テーマソングは気まぐれんプライドに決定。プロモーションキャラクターには喧嘩番長シリーズの半端ねえ大ファンアッキーナが今回も駆けつけた。一人で遊ぶもよし、ナチと二人で協力するもよし。喧嘩番長ブロス東京バトルロイヤル。二人の力で東京の、そして日本のてっぺんを目指せ。2012年6月21日発売。